エレシアやっていきます。前回はですね、新たに駅を建てたり線路を建てたりして、いろんな危うるところに資材が届くように手配をしておきました。次は電車を買う番ですね。ただお金が今30億円しかないくて、足りるかな？今必要なのは3両分かな？ディーゼル機関車を、なんか乗ってるなこれ。3つで。建てた駅が全部この旅客駅なんで、人も乗せないといけないわけですね。まずここ、で最後ここですね。全部分かりづらいから色をつけていきます。色分け。適当ですね。これでいいでしょう。で、まずこれが運行計画を設定していきます。よし、全部設定完了です。これで資材も大丈夫でしょう。で、ここに資材が届くようになったので、ここに駅を建てていきます。ちょっとここら辺かな。まあ、これでいいでしょう。ここの駅が1両、ちょっと短かったんで、ホーム投げをしておきます。じゃ他の様子も見ていきましょう。ここら辺は駅は建てなくていいかな。資材の方は特に問題なし。ここが資材がいっぱいで、こっち届いてないじゃん。あれ？そっかそっか。駅が完成してなかったから、ホームができてなかったんだね。じゃあそこもちゃんとチェックしとこう。こっちは資材ができてて、おお、いっぱいだ。で、こっち方向は？ OK、そうかな。ここも駅だね。うん、大丈夫だと思います。じゃあ、今一回都市情報を見ましょう。都市情報は、住宅とかまだ建てられるんで特に問題はないですね。じゃあ、こっちやったから、他の周りの様子を見ていきましょう。資材が届いてないところ。ここは資材届いてないのはまあしょうがないのかな。で、こっち方向は、ここが資材足りてないね。どうしようか。こっちの線路を延長してこっちまで伸ばすか。できる？それ。ここは、売らないと。ここをこっちまでやって、いける？あ、いけるいける。で、こっちもですね。あ、間違えた。なんかすっごい短くなっちゃった。で、これで、電車の設定が変わっちゃうんで、直しましょう。運行計画で、全部下ろして、全部下ろす。これで OK です。こっちも大丈夫そうかな。あ、そっか、ここ次第やってなかったわ。もったいない。他は大丈夫そう？大丈夫かな？うん、大丈夫だと思います。今回は何をしようかな？現在、子会社の売り上げもどこもいいと思うんだけど、ここら辺は、資材がまだちゃんと届いてない感じかな。これ駅ないか。で、ここも駅ないね。あら、いろいろとやり忘れがあるのか。こっち方向は駅は大丈夫かな。じゃあ少しまた放置させましょうか。どのぐらい放置しようかな。じゃあ今3月なんで、じゃあとりあえずまず決算まで放置させたいと思います。
さあ、決算が出ました。今月の、今年の売上。鉄道売上194億、169億ってことで20億円ぐらいの売上ですね。目標が80億円ぐらいだったっけ？だからまだまだね。道路運送は107、106。資源関連利上げは517の442、子会社613、346ってことで、バーといって124億円売れてますね。今バスなんかやってたっけ？ああ、そっか、これやってたっけ？懐かしい。もう忘れてたわ。そういえば出ましたね。で、今必要ないんじゃない？このトラック。売れてる？一応赤字になってないやつを除いて、これ赤字になって、でも大丈夫そうかな。多分大丈夫です。じゃあ、今一箇所だけ工事がまだ終わってないのかな。あれなんだろう、駅かな。駅が一個どっかできてないみたい。できてるよね。なんか上画面なんかできてないみたいなマークになってんの。どこだろう。こっちかな。で駅ができてないところってある？あ、ここか。次第が、あ、そっかそっか。このディーゼル車の設定が確か。じゃあ売り上げがいいので少し放置させたいと思います。とりあえず何月ぐらいまで放置させようかな。10月ぐらいまで放置一旦させてみます。街路樹だけちょっと買っとこう。周りビルいっぱい建てたいんで、街路樹はいらないかなって思います。取り除いちゃって、ここもいらないよね。これは何？これもいらないか。で、これはもうすでにいらないんで、よし。じゃあこれで一旦放置させてみたいと思います。じゃあ10月まで一気に来ます。社長、先日の統計で住宅の産業比率が目標値を超えたとの報告がありました。そういえば過去の週末の新聞に載っているチラシも不動産関係のものが増えてきたような。街が大きくなっていくものってこんなところからもわかるもんですね。ってことで、90% 達成したみたいなんで都市情報をチェックしてみましょう。おー、結構もう住宅の比率も高くなってきてるね。まあお金も150億円ぐらいあるね。人口も3万人達成のようです。現在の都市の情報を下画面で見てみましょう。結構建物建ってきたよね。だからこちら辺工場建ってきちゃったんだけど。どうしようかな。ここの電車、よいしょ。これ一両編成増やしたいな。一両編成でこれ増やします。まあ、そんな人は乗らないんだけど。一応ここが一番長い感じになってるんだよね。あと、ここも、あと結構長いんで、車両の編成数増やせるんだよね。ここ走ってる電車の車両、編成をちょっと増やしたいと思います。夜にならないとダメか。これが最大編成らしい。うん、OK。駅の方も、長くした方がいいのかな？どうだろう。早すぎてよく見えないね。確か、駅の方の、このボタンで、何人使ってるかっていうのがわかるんだよね。どうなってんだろう。こっちか。これかな？利用者数。って感じで、こうやって見れるんで、売り上げがいいところかな、今は。おう。編成数を変えた方がいいかもしれないね。どここれ？あ、ここか。ここも長くして、こんな感じで大丈夫だと思います。あとはどうしよっかな。
今のところ売り上げの方ってどうなってんだろう。こっちは、こっちは大丈夫ですね。子会社をもうちょっと増やしたいよね。あとは、こっち方向だと、ここら辺なんか建ててよっかな。なんか商業で建てられるのないかな。ホテルとか建ててみたい。でかっ。ああ、場所が良くないらしい。ここはなかなかいいだって。ここは悪くはない。こっちはダメ。なかなか空き地がないもんね、今。ここはなかなか。あ、ここかなりいいだって。この資材ある?そこがあるとか。こっちは?そこはダメ。あといいところないかな。あ、ここもかなりいいだって。最初のここにしよっかな。ホテル。この利用者数今どんな感じなんだろう。1万2000人か。まだまだ増えるだろうね。で、こちら辺はどうなってるかな。あー、資材がないのか。資材はどこにある。あれ、すぐなくなっちゃうね。ちゃんと設定したはずだと思ったんだけど。これかな。やれてるよね。あ、ここができてなかったんだ。これで大丈夫かな、じゃあ。こっちは?こっちも資材があるから大丈夫だね。もう少しポンポン立ってるかと思ったんだけど、そうでもなかったね。こっちは?ここが資材届いてないけど。なんで?編集じゃなくて運行計画で。どうだ?ここの駅は。じゃあ下ろしていいんだよね。で、下ろして。これでいいのかな。お、年間鉄道利用上げが40億円達成だって。ついに目標額の半分を達成しました。このペースで利益が増えていけば期限内の目標達成は実現できそうですね。 OK。 じゃあこっちもできてるね。どうしようか。なんか普通にやっててももうクリアできちゃいそうだよね。あと条件なんだっけ。年間売上80億円でしょ。今9月だからあと半年で出せばいいんでしょ。人口4万人も発展すれば十分だと思うから、一気に3月ぐらいまで置いてみましょう。もしクリアできたらいいですね。おー、なんかできそう。いっぱい資材がまだまだ届いてないところもあるみたいだけど、ここちょっと貨物のやつみたいな。さあ、範囲、そっか、こっち側伸ばせない。一番伸ばせて、どこ?そこら辺か。ここまでだね。ここら辺ちょっと立てとこう。ここら辺も駅が不足してるから立てとこう。あ、めっちゃ短くなっちゃった、また。これで一旦放置させたいと思います。どこで支店止めとこう。あ、ホテルできてる。売り上げどうだろう。あれ、あー、そう、後ろか。なんだこれ、何、高層マンションか。なんだ、残念。いつできんの、ホテル。10月1日。あー、あと5日でできる。ちょっと待とっか。ここもなんか駅建てられそうじゃない?なんかちゃっかり建てられそう。あ、ここは一回線路切らないといけないのか。よいしょ。建てられるところにはどんどん建てていきたいよね。
で、ホーム長。で、これか。なんか、ちょっと違う気がするな。これできてないよね。あれどうなってんだ？これいいのか。じゃあこれで置いときたいと思います。さあ、ホテルもできたわけですし。今300万円売れてるらしいね。よかったよかった。これで一旦放置させたいと思います。滞っていた沿線開発が大きく進展したことで鉄道の売り上げも順調に伸ばすことができたようです。事業計画の目標は達成できましたけど、これで地域の開発が終わるわけではありません。まだまだ頑張っていきましょうね。ということで、あとちょっとですね、人口はまだ3万2000人か、あと8000人必要です。はい、というわけで本日はここで終わります。次回は4万人達成できるでしょうか。はい、ありがとうございました。